レジャースタイムオンリーユーは、なんか小林さんとだから、それで一緒にやり始めて、で、なんか最初俺カメラやってたりしたのね、多分。ああ、そうだね。で、なんか多分、なんか俺が、なんか気に食わないことがあったのが俺は外されるんですけど、その後は。で、なんか、で、まあでも、その頃は仲良くやってて、今は別に仲悪くないけど。恥ずかで、しくなっちゃった。あ、そう、恥ずかしくなっちゃったかもしれない。うん、で、なんか、小林くんちの近く、小林さんちの近くの、河うん。原みたいなとこで、なんかみんなで撮影してみたいな感じだったよね。それそうね、で、楽器も持ってったし、その小林さんの作品に出てくるようなホームセンターで購入したような日用品を組み合わせて。まあ今とやってることだからあんま変わんないです。そうだね、あんまり変わんないね。